遠い昔、万能であったその男は力を欲した。鳥と同じ生活ができ、魚と同じところに住める、木と同じ呼吸をし、水と同じに動ける。ただ太陽の下では走れない。だから石仮面を作った。いつの日か太陽と友達になったら、世界はこの男のもの。